ちょっと聞いてもいいですか、はい、ここのところってこれで止めればいいんですか。そうですね、これ穴ちっちゃくて入らないんですけど。え、こんにちは、みーです。いつもご視聴くださりありがとうございます。現在の時刻は10時36分で、外気温は2度です。今日はわことごはんキャンプフィールドに向かっています。道東はまだ雪が積もっていないので、今日なら遠出ができると思いました。キャンプ場では初めて車中泊キャンプをして、暖かくのんびりと癒された時間を過ごしたいと思います。出発前からワクワクしていて、とても楽しみです。また新しい仲間になったアイテムも車に積んできました。初めての挑戦で不安もありますが、キャンプ場に着いたらすぐチャレンジしたいと思います。どうぞお楽しみに。それでは安全運転で向かいます。晴れてよかった。すごい綺麗。寒い。めちゃめちゃ寒い。よいしょ。じゃあキャンプ場に向かいます。寒い。絶景が見れた。
の道やっぱり真っ白く行くときに怖い怖いって言って走った道だよね、きっとくねくね道やっぱり、うわきついきついきつい。30キロで走ってもきついよ、ここ。いや、後ろに誰も来ないでお願い。こんなトロトロ走ってたら後ろについた人かわいそうです。40キロも出せない、無理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 、怖いの。峠だよね、これきっと。もう二度と通りたくないって思ったところだ。また通っちゃった。また帰ってきちゃった。こんな冬に。いや。ちょっと待って。道だここ。でね、私を先頭にして後ろずっと繋がっちゃったんですよね。もうみんなに迷惑かけた道、もう二度と走りたくないって言った道また来ちゃった。大丈夫、後ろに誰もいない、気にすることない。5分ぐらいで着くみたいなんですけど、高速使ってほぼノンストップできて3時間半ぐらいかかりました。あ、ここ、よいしょ、どこ、ここ、目的地に到着しました。お疲れ様でした。ちょっと待ってよ。はい、和琴湖畔キャンプフィールドさんに着きました。今日はこの湖のそば湖畔で車中泊しながらゆっくりしたいと思います。綺麗。POD のライターズテントを買ってしまいました。この間オートキャンプ場に行った時に雨の中で
ジンギスカン食べたりお鍋食べたりしてたので、ちょっと天気に左右されないで楽しみたいなと思ったので、購入しました。では開けてみます。出ました。テントって建てたこともないし、ちょっと不安だったので、ワンタッチテントっていうのを買いました。なんかロープとこういうの、これと、ロープが入ってます。取らないでください。大丈夫です。YouTube やってる。そうなんです。なんですけど、私30分以上取り
美術見たり YouTube の動画見たりなんかしてたので、もう30分以上かかってやっと立てることができました。はい、どうでしょうか。こんな感じ。5時42分です。テントの中から見える景色です。すごいの、綺麗でしょ。っていうかね、今までバタバタしてました。なんかね、テント斜めってて足引っ掛けて転んだりとかしたので、なんかずらしたりして、また最初からやり直ししたりして、あと車中泊の準備して、まあいろ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 、ここに着いてから何時？ 2 時間半ぐらい？ちょっとバタバタしてたんですけど、とりあえず乾杯します。これグラスもあるんだ、グラスもあるんだけど、とりあえず先に乾杯します。はい、では今日も一日お疲れ様でした。乾杯、いただきます。どこに沈むのこれ。お昼ご飯に食べようと思って、セイコーマートそこまで、スジコのおにぎりとエビマヨを買ったんですけど、食べないでそのまま運転してきちゃったので、今食べます。外はこんな感じです。ある程度ご飯食べたら車の中に入ろうと思うので、荷物は使う分だけ。そしてあったかいの、これは先日、ご紹介したガスストーブ、今日持ってきたんですよね。外だったら多分大丈夫かなって、安心して使えるかなと思って持ってきたんですけど、はい、これ今、小と強があるのかな、今小さい方にしてるんですけど、めちゃめちゃあったかいです。岩谷さんすごいです、ありがとうって感じ。これがないと焚き火とかするわけじゃないので、外には寒くていられなかったと思います。すごい、なんか神秘的。こんな感じです。とりあえず今日初めてのご飯、さっきおにぎり食べます。ガスコンロを使って、なんかガスストーブ使ってるんだけど、結構我慢できるぐらいの寒さ。
なんて言ったらいいんだろう、寒いんだけど、まだ大丈夫かなっていう感じ。車の中に逃げ込まなくても大丈夫かなっていう感じです。セコマのね、おにぎり美味しいんですよね。普段は外食とか一切しないで、全部あの糖質制限の食事を作ってるので、あの車中泊に来た時は自分へのご褒美なので、なるべく具合悪くならない程度にあの好きなものを食べてます。なのでおにぎりは大好きっていうか、白米を普段食べないので、あのご褒美です。これは私の1週間頑張ったご褒美です。いただきます。めっちゃ冷たいし硬いけど美味しい。ソロではないのですごい安心して車中泊ができます。すっごいいいところ、嬉しい。ここにしてよかった。なんか余裕なくって、あのキャンプ場の中撮影してないんですけど、明日朝起きたら出発する前に撮影しようと思ってるんですけど、トイレとかもすごい綺麗で、海水浴なんですけどもう全然匂いとかもしないので、すごいいい感じです。今4時35分で6度です。白菜とバラ肉のミルフィーユ鍋です。美味しそう。芯の方、もうちょっと芯がしなしなになってほしい。いただきます。いただきます。あ、怖い。熱いし、美味しい。飲みたいけど、どうしよう、取れない。体温まる。美味しいです。じゃあちょっとゆっくりいただきます。5時14分の4度です。今度はアヒージョ食べて、食べ終わったら車の中に入りたいと思います。それからずっとガスストーブつけっぱなしなんですけど、めちゃめちゃあったかいです。これがなかったらもう外は無理でした。そしてこれカイロ、片点で充電してたんですけど、めちゃめちゃあったかくなって感動になってたので持ってきました。カイロ使います。お腹のところに置いて、めっちゃあったかい。めっちゃあったかい。アヒージョ作りながらビール飲んで、
出発だ今。8度の湿度が79%です。8度寒い。あ、取れちゃったなんかもう、あ、このシェードなんですけどね、もうなんか吸盤がダメみたいって、今もこれ取れちゃったんですけど、もうあっちこっちの窓のシェードが取れちゃうんですよね、最近っていうか、もうずっと。はい、気を取り直して、あの、はい、8度なんですけど、一応ですね、そんなにそんなに震えるほど寒くないです。充電式の湯たんぽみたいなやつなんですけど、これがいい仕事してすごいあったかいんです。これ抱っこして、あの膝掛けをかけて毛布をかけているので、そんなにそんなに寒くはないです。あと、いつもなんか背中スースーするって言ってたんですけど、実はお家で使ってるやつなんですけど、これあの窓のところに置いたりするやつなんですけどね、これなんていう正式な名前がわかんないです。ほか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 のな、よくわかんないんですけど、これが、これを一応こんな感じでだけで冷気が一応遮断されて、冷気が遮断されて、あのそんなにそんなにスースーしなくなりました。ただここに手を当てると、ここはなんとなくスースー冷たい感じがします。ただ私がいるこの背中側は、このついたてがあるので、とりあえずはスースーしないです。テントで夕食を食べたんですけど、途中でみぞれみたいな雪がちょっと降ってきてたんですけど、屋根があったので全然気にならないで、ゆっくりできました。で、テントの中にはもう使わない荷物
をそれこそテーブルとか椅子とかそういうのをもうそのままテントの中に残してきています。このライトも今回から仲間に入りました。とってもキラキラしてて可愛いし明るいので重宝してます。そしてこれが今まで使ってたエコフローさんのポータブル電源だったんですけど、これだと700ちょっとしかなくって、調理に使ったりちょっとお湯沸かしたりそれこそ電気毛布使ったりするともうなく一晩でも足りないぐらいなくなっちゃって、せっかく電気ヒーターとか買ったんですけど使えなかったんですよね。それでですね、実はですねエコフローさんの1000ワットアワーぐらいなのかな、これを今回購入しました。でこの両方合わせてこっちが多分1000ぐらいとこっちが700なので、もうこれからの冬の車中泊をなんか寒さに震えることがないんじゃないかなと思うぐらいバージョンアップ一気にしました。やっぱりこっちの容量大きいのあるだけで精神的にも違う。電気毛布使ったら次の日の朝なんか温かいコーヒーとか飲めないんじゃないかなとかそういう心配もしなくて済むので、今こっちさっき充電湯たんぽ充電してそれしかまだ使ってないんですけど、それだけで今残り 83% かな。はい、こんな感じで、でこっちはまだ使ってないので100残って100があるので2台あるので十分まだまだ使えるので安心です。これちょっともう今出せないので明日またお見せできればなと思います。はい、こんな感じですね。ではちょっとご飯も食べてお腹もいっぱいでもうあったかくてぬくぬくしてるんですけど、ちょっとゆっくりしたいと思います。はい、今電気毛布入れました。まだ寝ないのでとりあえずチャックで入れて出力が40かな、あまり分かってなくてごめんなさい。だよね、ここが40でこのまんまだと10時間使えますよっていうことですよね、きっと。多分そうだと思います。なので電気毛布はこっちのちっちゃい方のエコフロー君で朝まで大丈夫だと思うので、このままつけっぱなしでいようかなと思います。体はポカポカしてあったかいんですけど顔が冷たいですね。やっぱり8度だとちょっと顔は冷たいです。見えますか？最低気温がマイナス2度になってるんですよね。なのでとりあえず寝るときは電気毛布とこの湯たんぽとで寝袋にくるまって寝れば多分いけるんじゃないかと、大丈夫なんじゃないかなと思います。
お風呂に。これで来た。あ、ちょっとあったかい風来た。あ、めちゃ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 あったかい。でもすごい、今420とか450とか使ってて、このままつけ続けたら2時間しか持たないんだ。ずっとはつけられないですね。なんか顔冷たいなって思った時につける感じですね。なるほど。でもめちゃめちゃあったかいです。弱い方、弱なんですけど、すごいあったかいです。嬉しい。初めて使った。今まで使えなかった。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、コメントもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。したらねー。